稲城市からのお知らせです。この番組では稲城市の魅力や注目情報をお知らせします。稲城市は都内で唯一の単独消防を持っています。今回は稲城消防署消防士の一日をご紹介します。今日は消防士6年目の大和風太さんに密着します。おはようございます。いつもだいたいこの時間に出勤するのですか？災害で使用する資機材の点検や準備をするために早く出勤するように心がけてます。出勤したらまず制服に着替えます。制服に袖を通すと気持ちが切り替わってシャキッとします。朝一番の仕事は夜勤を終えた消防士たちとの仕事の引き継ぎです。今朝は前日に出場した災害で使用した資機材の情報を受けて、その資機材を朝に重点的に点検しております。また活動の内容の情報を受けまして、今後の消防活動に生かしています。消防士は災害現場に出動するだけでなく、デスクワークも行います。今は稲城市の防災訓練についての事務をしています。普段は市民の方への防災講話や、あとは市内の消火栓防火水槽などの消防水位についての担当をしています。お昼休みです。ここで稲城市消防本部の魅力を聞いてみました。稲城市消防本部は単独の消防になりますので、地域の方々と密着した関係を築けるところがいいところだと思います。お昼ご飯を食べた後は訓練です。はい、これからはしごクレーン救出第2砲という救助砲の訓練をします。でこの救助砲は、例えば工事現場で地上から低いところに落ちてしまった人を地上に引き上げるために使う救助砲になります。稲城消防署では当番の消防士が夕食を作ります。今日のメニューは何ですか？今日は焼きうどんとあさりの味噌汁です。大和さん、料理は得意ですか？家ではするようにしてるんですけど、得意かどうかと言われると不得意だと思います。お仕事がお休みの日は何をしているのですか？普段はジムでトレーニングをしています。体力の向上のためにトレーニングをして、あとは趣味でボディービル関係の大会に出させていただいて、この前出た大会では175センチ以上の選手の中で2位と優勝いただきました。夕食の後はデスクワークに戻ります。夜は交代で仮眠を取ります。僕の場合は夜の間に自分の訓練をしたりしているので、3時間ぐらいでそんなに熟睡はできないですね。仮眠後は通信業務を行います。ここでは119番通報を受けて消防車や救急車を、助けを求めている人のもとに向かわせます。翌朝、交代の消防士に引き継ぎをして大和さんの勤務は終了です。消防士の仕事は生命・身体・財産を守ることです。稲城市消防本部は単独の消防本部ですので、稲城市の地域の方々と密着して消防防災活動ができることはとても充実してやりがいのある仕事だと思います。今後起こりうる台風や大規模地震の際に助けを求めている人々に一刻も早く手を差し伸べられるような消防士になりたいです。稲城市からのお知らせでした。